どうもー、世界数少ない100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。10月29日の朝です。はい。今日は、某店がね、まあまあ有名な某店が、まあ特定日なんで、そこに朝から並んでいきたいと思います。はい。狙いは、窓紛れの寝台は狙わないです。あれはスピード阻止技術会議に聞かないんで、僕の中で外してます。はい。そうですね。まあ、大海スペシャル。刑事漆黒、北斗無双、で、北斗エイト。あ、あと、義父堂々ですね。義父堂々最初見たいかな、生まれそうだから。はい。ここら辺が狙いかなと思ってます。まあ、あまりじで空いてる台がいたらね、いいんですけど、特に太鼓とかでね。うん。はい、まあ、釘見てきます。で、前日から並ぶようなね、店なんで期待してます。西村さんいないですけど、僕が稼いでいきます。行ってきます。バイバイ。どうもー、こんばんは。8月じゃないですね。10月29日の結果報告です。今日はですね、西村さんが今いないので一人で打ってきました。最初ね、まあ今日特定日で30分前から並んだんですけど、釘見た時にまあ大して空いてなくて、おやおやって思ったんですけどね、全体的にお店の。ただまあ刑事漆黒を打ちまして、まあへそまあまあで、まあ、他は無調整って感じだったんでね。はい。そこ打ったら、まあ、結局回転数的には23ですね。はい。もうほぼ23.0ぐらいかなと思います。ちょっと正確ではないんですけど。はい。で、プラス8万4000円何がしでした。イェイ。はい。いやー、刑事面白いわー、マジで、本当に。いやー、もう一回一回ね、ツイッターでね、当たるごとに、あ、これで当たりましたっていう報告、ちょっとうるさがられるかもしれないんですけど、したいぐらいだったんですけど、僕はね、基本的にパチンコ打ちながら、携帯作業するので、なんかよくね、携帯作業する、どっちかしながら、パチンコ打つかしかしないとか、携帯打つしかしない、どっちかだけしかしない人よくいますけど、時間効率がめちゃくちゃ悪いので、はい。まあ、仮に西村さんがそれを知ってたら僕は注意します。はい。パチンコ打ちながら携帯打てよっていう感じなのでね。はい。で、まあ、何が言いたかったんだっけ？そうそう。確変が終わって、携帯操作でこれ当たりましたって書いてる途中に熱いの来て、結局書けずだったんですけど、はい。まあ、常に当たってた感じですね。ただ、最後だけは900以上ハマったかな。はい。っていう感じでした。うん。やったからね、もう、刑事の動画編集したい。刑事はしたい。うん。ちょっとね、結構もうね、3日ぐらいまで、29日で、まあ5日後ぐらいまで、もうアップ予定の動画あるんですけど、ちょっと順番ずらして刑事出国早めに上げたいなと思います。いや、これ流行るわ。これで来たって言いたいもん。ですね。はい。あとなんかある？今日、刑事出国の技術介入で、もう時短最初引いたら、へそゼロで当たったら、左に打ってへそ保留貯めるんですよ。そうすれば、電柱がね、まあ、片っぽしか、右側からしか来ないですけど、右側しかないですけど、そう。で、弾減りがちょっと少なくて、で、へそ保留貯められるので、はい。ただね、99回転目に当たってね、ちょっとね、へそ保留マックスにしちゃったのでね、ちょっと強気なひねり打ちができなくなっちゃったっていうね。左側にね、へその空きがあったら、強めのひねり打ち、ん？強め？強気のひねり打ちできるんですけど、
へそ竜全部埋めちゃったから強気なひねり打ちができなかったっていうね、ちょっとパチプロあるあるなんですかね、ありました。はい、そんな感じです。なので明日は、まあ本当はね、朝一から今日打った刑事出国の釘を見に行きたいんですけど、編集作業ですかね、してから、午後から稼働に行きたいなと思います。いや、よかった。もうね、今日西村さんいないけどね、プレッシャーありましたよ。西村さんと今折半なのでね、僕が勝っても負けても、だから一人で言ったら責任感、まあないっちゃあれですけど、ほぼないですけど、他の人の責任感を背負うとね、ちょっと緊張感がありましたけど、プラスになれてよかったです。ありがとうございます。じゃあまた。チャンネル登録。